はい、ダークソンです。こちらがね、紋別市にあります小向原生花園というところに到着いたしました。はい、ご覧の通り牧草地、少し走ったらですね、海沿いに向けてこちらにね、ありましたよ、小向原生花園でございます。先ほど私ダークソンはこちらに来る前にオムサロ原生花園に立ち寄りました。でですね、そこのね、ネイチャーセンターの方に教えていただいたんですけど、やっぱりね、花ってのは奥が深くて、まあ難しかったですね。覚えられないもんです。結構勘違いしてね、名前言っちゃったりしてるな。小向原生花園です。この原生花園は浜那須の砂丘と岩高欄の丘を中心とした場所に位置し、小地域でありながら海浜植物はもちろん、湿性、還元性の高山植物、一般高原植物の群落が一見できる複合的植物地帯であり、大変貴重でございます。なんか看板にね、天然記念物って書いてましたね。これか、浜那須、まあ見頃っちゃ見頃だけど、ほとんど実になってます。ユリは今見られないと思うな。この浜エンドウは分かりませんすいません。これだね、北のコギリソウ、このピンクのね、花が結構咲いてますね。ヒロハクサフジ、ヒロハクサフジ、これも咲いてますわ。これかな、浜ハダハタザオ、これかな、白いので、エゾカワラナゲナデシコあったかな、オムサロにはあったんだよな。岩高欄とかね、このエゾゴゼン、立花、岩ツツジ、イソツツジ、大バタ、チツボスミレなんていうのが咲くんですけど、パッと見た感じね、まあ、このようにあれですよ、あれあれですよ、あれ昼顔でないや、浜那須とか、このね、紫色のが広白サフジだと思うな。このツルカの植物、あ、葉っぱで見ればいいのか、花ばっかり見ちゃう方なのかな。そうだわ、これ富士だわ。よしと、あ、ここに石碑ありますね。上に一輪の花、浜那須です。ああ、この広白サフジ多いな、やっぱりこの辺。もうほとんど実になっちまった浜那須、香りは強いですね。富士、あの白いのね、白いのあるよね。これね、黄色いのタンポポじゃないんですよね。てっきりタンポポかと思ったっけ。タンポポって普通春先咲いてもう散っちゃってんですが、今咲いてるのはね、タンポポの仲間なんだけど、名前忘れた。これか、なんだったっけ、北ノコギリソウだ、咲いてるわ。このピンク色の花がそうだと思うな。北ノコギリそうだよね。この花弁と色とさ、あと茎とか葉っぱだよね、の形状を覚えればいいんだな。このギザギザの葉っぱだよね。でちょっと桜色のピンクしてるよね。もう一回確認してみよう。すいませんね、この確認作業ばっかりしてね、なかなか覚えられないんですわ。あー、これ葉っぱわかんねえな。でいいんじゃない、これ、これではないよね。よいしょと、ああ富士の花だな。ここはオムサロ原生花園と違ってね、非常に静かなお花畑だな。いいですよね。ここ来る途中ね、道端にまだアヤメ咲いてたよ。勝負か、野花勝負かな。カメラの動き早いですかね。よいしょ、鏡の中から聞こえてくるうめき声。この白い花だよな、これ。
カベントダクソンですね。よいしょ。茂ってますね。こんなんでいいかな。すいませんね、なんかねグダグダしてね。はい、以上でダクソンです。